はい、どうも鈴木です。ということでですね、いよいよやってまいりました、アイカツの時間です。はい、アイカツマイナンバーワンステージというねゲームやっていこうかなと思うんですけど、これ 3DS のアイカツ無印の一番最後のゲームやね。はい、これ神ゲーらしいっす、アイカツ史上一番の。ということでやっていきましょう。ジュリちゃん、スミレちゃん、あかりちゃん、ひなきちゃん、はいです。はい、左から順番にね、はい、皆さん分かってると思うんですけども、ジュリちゃん、スミレちゃん、あかりちゃん、ひなきちゃんです。はい、それではじゃあ新しく始める。さあ、登録したアイカツネームはすれ違い通信、あ、もうこれはね、もうもうないです、今の時代すれ違い通信なんて。はい、名前はちょっと鈴木でいきます。はい、始める。さあ、クソ楽しみや。好きなアイドルを選んでね、ゲームを進めていくといろんなアイドルが使えるようになるよ。え、マジ？ね、大空あかり、ののっち、りさっぺ、すみれちゃん、あ、まどかちゃん、りーちゃん、じゅりちゃん、ひだきちゃん、え、ちょっと待って、これあと誰がいる？おい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 、ちょっと待って、星宮いちご、きりあおい、しぶきらん、アリスが乙女、おとしのせいら、一ノ瀬かえで、おお、北尾さくら、とうとうゆりか様、三枝キイ、風空、姫里マリア、神崎瑞希、うわ、夏木みくるまで使えると、これは熱いぞ。あれはあの子たちはおらんのか、名前忘れた、みやびちゃんとかさ、ここねちゃんとか、世界の中心はここねはおらんのか、あー、この辺はおらんのか、なるほどね。いや、それやったら俺の一番の推し、キリアオイでいくでしょ、そんな、さすがに。はい、キリアオイでしょ。神崎瑞希とかも初手からやべえんや、すげえな。ごめん、ちょっと下のね画面がねちょっとバグってるかもしれないですけど、これね、もう 3DS 上しゃあないですよこれ。トップアイドルロード、お、織姫学園長、あなたが新しいアイドルの卵ね。トップアイドルロードへようこそ。私は三井石織姫、三井石っていうんや、俺ちょっとあんま知らんかったかも。ここではトップアイドルを目指してお仕事をしたり大会に出場したり、トップアイドルロードを巡ってファンを増やしていくの。ただしトップアイドルを目指しているのはあなただけじゃないわ。たくさんのアイドルの卵たちが、同じようにここへ訪れているの。彼女たちもトップアイドルを目指して自分磨きをしているはずよ。時にはライバルとしてあなたの前に立ちうさがるかもしれないし、もしかすると心強い味方になってくれるかもしれないわ。トップアイドルロードには4つギアがあるから、いろんなところを回ってみるといいわね。あなたの活躍を楽しみにしているわ。ほう、どういうゲームなんやろ。きたー、穏やかじゃない。私以外にもアイドルの卵が来てるんだよね。穏やかじゃない。アイドル博士として実は知られない、これ他の子たちって言うんかな、やっぱり血を吸うわよとかゆりかさんも言ってくれるのかな。じゃあスライドパッドを動かすとエリアを見渡すことができる。へえ。移動できるマスの数は上画面に出るよ。しゃもじを移動できるマスに合わせて A ボタンを押すとマスに入る。ちょっと何言ってるか分かんない。しゃもじをマスに合わせるとマスの内容を見ることができる。マスでリズムゲームをするとファンが増えたり、アイドルが成長するよ。大会マスは他のアイドルとリズムゲームで、優勝を目指すよ。クリアするとキャッチフレーズが変化するよ。へえ、あー、なんかちょっと難しいな、結構。あれやな、今まで、前は一番最初のアイカツのゲームかな、2番目かなぐらいのゲームやったけど、ここまで本格的じゃなかったわ。結構本格的やねんな。クソもろそう。イベントマスではアイドル仲間のアイカツが見られる。気になるアイドルのエリアに行ってみよう。へえ。メモリーマスはテレビアニメアイカツ覚えて、そんなこともトップアイドルを目指そう。アニメも見れるの、熱っ。わ、かわいい、キリアオイのほら。で、あ、こうやってしゃもじね。なんでしゃもじかって言ったら、星宮一部がもともとお弁当屋さんなんよね。あ、すみれちゃんが上にいる。で、ここはキリアオイのマスで、あ、黒崎凛ちゃん、あ、ゆりか様、おとしろセイラ、はい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 、同じ属性か、同じ属性の子たちが揃ってんのかな。え、じゃあここは、え、真夜中のスカイハイやって、ここに移動します。はいはい、入ります。どういう感じのゲームや、全然想像つかへんけど。ちょっと待って、しおちゃんや、あー、しおちゃんや、マジか、これあれやん、いけないデカやん。ちょっと待って、しおちゃんいるやん、なんで、ちょっと待って、しおちゃん
え、しおんちゃん、しおんちゃん使っていい？じゃあちょっと待って、最初選べへんかったよな。しおんちゃんはあのパワーパワープリリンのね、あのメンバーですね。はい、女優業に専念してる子です。リズムゲームか。はい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 。まあまあこれはあれやな、いつも通りのアイカツって感じやな。でコスチューム選んでみたいな。ちょっと下の文字が見にくいと思うんだけど、まあ簡単に言うと、あのコスチューム選んでリズムゲームしてるっていう。え、しおんちゃん、おい、ちょっと待って。有名なドラマいけないでか、そのオーディションが開かれることに。初めてのドラマオーディションに備えて2人はセリフやレッスン、ポーズを真似してレッスン。あ、これアニメを、あ、これアニメと同じ内容やな。しおんちゃん、そうなんすよ。しおんちゃん実は最初ね、髪の毛長かったんすよ。そうなんすよ。まああの出てきた当初でバッサリ切って、そっからずっと短髪なんですけども、俺的には短髪の方が好きなんよね。女優になりたいよ。葵は熱心にレッスンをするも、子供の頃から女優として活動するシオンにモノマネには負けないと言われて考え込んでしまう。演じる役を研究し、葵はオーディションへ、モノマネのセリフではなく自分の心からの言葉をセリフに込めたことで、見事シオンと一緒に新米デカ役に合格。いけないデカ、うわー、熱っ。ちょっと待って、このゲームめっちゃ熱いぞ。これめちゃくちゃ熱い。これね、中古めっちゃ高かったんよ。中古が高かった意味が分かった。めちゃくちゃ熱いこれ。うわー、これめっちゃ嬉しいこれめっちゃ嬉しい。このゲームでも俺一生遊んでられるわ。あ、むず、ちょっと待って、めっちゃむずいやん。むずこれ。なにそれ。なにそのスペシャルアピール。すげえ、すごい。あー、すごい。ちなみにこの曲知ってます。すげえ。あのねー、このゲーム実はダウンロードコンテンツで20曲ぐらい増えんのよ、200円払うだけで。ただあれなんすよ、もう追加コンテンツダウンロードできんやんか。だからきついのよな。しかも追加ダウンロードコンテンツって SD カード依存やから、中古でゲーム買ったとしても曲はついてこないのよね。それがちょっとショック。中古やったらな、あれ聞けてん、中古のあれ見たんやけど、あのラッキートレインとか聞けてん。だからののっちとリサッペのラッキートレイン聞けたはずやねんけど、それ聞けへんのよね。結果発表。クリア、最高だよ。ファンタスティック。動ける数1獲得。あー、これでスゴロクみたいに動かしていくんだ。はい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 。スペシャルコピーをゲットしたよ。穏やかじゃない、穏やかじゃない、キリアオイの口癖ね。次のボーナスゲットまであと1ランク。あ、ゲットした。アイドル活動をゲット。アイドル活動をゲット。何、アイドル活動をゲットってどういうことや。メモリーが解放されました。いけないでか、アイカツメモリーズでいつでも見ることができるようになったよ。あんな感じであれか、アニメを追っていけんのか。これいいな。じゃあここ行くか。待って、どうしようかな。こっち行くか。じゃあ、うん、ラブリーボム。はい、このマスに入りますか。入る。はい、え、クソ神ゲーなんですけど、何これ。うわ、ちょっと待って、なんでシオン、あれは熱いよ。シオンちゃんファン結構多いからな、好きな人、推し。でも結構不遇やって、衣装もなく、あ、ちゃう、何で衣装じゃなくて 3D モデルがなかったから結構不遇やってんけど、いいね。まあシーズン3か4の最後にはシオンちゃんいたけど。このリズムゲームしかも地味にむずいから。
すげえ背景もめっちゃ凝ってんな。あ、間違え、アイカツ先生ってジュリちゃんやん。自然大丈夫だぜ。リリリ、アイカツ先生でジュリちゃんやん。むず、ジョニー先生、おいおい、やろってのか。ジョニー先生、むずい、ちょっと待って、むずい、俺全然できてない。おい、 PV 見たいからさ、 PV に集中すぎて、ちょっと全然できてない。あー、これやってたアニメで、サッカー PK 戦。やってた、ジュリちゃん。あ、待って、あげ、あれやん、なんてっけ、あげぽんみたいなやつおるやん。しぶきらんが好きなマスコットキャラクター。こい、待って、これ普通にむずいねんけど、ちょっと待って、普通にむずいねんけど、普通にむずすぎて無理だやけど普通にクリアできひんかったやけど、残念なんですけど。これどうなんの、マス目もらえへんくない。かあのクリアしたらさ、1マス分動けるようになんねんけどさ、これどうなん、どうすればいいんやろ。ジョリー先生にアドバイスをもらいに行こう。行きますか、じゃあこのマス。よく来たな。おい、ジョリー先生、こんにちは。ここでは俺が役立つグッドニュースを教えてやるぜ。イエー、グッドニュースを聞くと次のステージでいつもよりも経験が増えたり、遠くまで行けるようになったりするんだ。グッジョブ。俺、俺の話をよく聞いてハリーのアイカツに生かすんだぞ。グッジョブ。俺、それは穏やかじゃない。リスンハニー、今ファンの間じゃハリーのステージがベリーホット&ベリーエキサイティング、ハリーたちが盛り上げまくっているからな。それに今のハニーのアピールはアメイジング。要するに今のハニーは、そう、お仕事や大会がぴったりというだ、ことだぜ。ほうほう、きっと最高のパフォーマンスができるはずだ。お仕事や大会、確かに今の私に合ってる。さあ、グズグズしている暇はないぞ、ハニー。ハニーのワンダフルなライブをファンは待っている。ありがとう。ほう、これどうなんの。オフコース、ティーチャーとして当然だ。ハニー、またいつも俺を頼ってくれていいんだぜ。イエー、 Do your best! Good luck, ハニー。てか何気に今ファンが391人おるわ。スミレちゃんとこ行ってみる。じゃあこれ、 Hey Little Girl、 あ、 Hey Hey Little Girl のやつか。これ曲名か、毎回これあれやん、大空あかりたちが歌ってたやつじゃん。ちゃうかったっけ。多分曲タイトルだけで覚えてないねんな。曲名多分聞いたら分かんないけど、曲聞いたら分かんないけど、え、これさ、一人ずつ全種類いろんなあれがあるってことかな。え、これじゃあ全員分やりたいんだけど。リズムマークと同じ色のボタンを押す。あ、待って、リンちゃん、ラッキースターを取るとアピールレベルがアップ。俺ね、あれなんよ、キリア葵の次に好きなのがね、黒崎リンちゃんなんよ。むずい。じゃあ、はぁ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 、え、大人モードとかあるんかな。むずい、普通にむずい。チャ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 、やっぱこのゲームクソ楽しいこのゲーム楽しすぎる。
めっちゃ楽しい。うわーこれくそダウンロードコンテンツ買いたかった。何曲くらい入ってんやろな。でもダウンロードコンテンツ買わずに。あでも俺買ってんじゃんこれ。ほいほいほい。やばくっそ楽しいぞこのゲーム。これ買ったっしょ。オッケー。ファンタスティック。動ける数2獲得。これ動ける数獲得できんかったらどうなんやろ。負けまくってその辺分からへんな。おめっちゃ経験値もらえる。おめっちゃ経験値もらえる。アイドル博士をゲットした。止まらん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 。経験値止まらん。経験値が止まらん。プレイヤーランク、プレイヤーランクはどこまで行くんやろこれ。おー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 おお。あ行った。ゲットしたよ。ボーナス。チュチュバレリーダや。チュチュバレリーダや。おいチュチュバレリーダゲットしたぞ。なゲットしたぞ。ロッキンパイソンブーツやって。え、ちょっと待って、チュチュバレリーナクソキ、ちょっと待って、チュチュ、アイドルタイムスタートって何？いや、イラスト可愛い、星見越後と大空あかりの。アイドルが遊びに来たよ、会いに行ってみよう。ほう。どこで会いに行けんの？アイドルタイムが始まると、アイドルマスの上にアイドルがやってくるよ。アイドルマスに止まると、アイドルとバトルが始まる。リズムゲームをクリアして、アイドルを仲間にしよう。へぇ、アイドルタイムはアイドルを誰か一人仲間にしたり、4ターン経つとアイドルタイムが終わるよ。あーじゃあ絶対行った方がいいなこれ。仲間を増やして自分だけのオリジナルユニットを作れるって。大会の中にはユニットで組んで参加するものもあるよ。アイドルの仲間にして挑戦しよう。なるほど。えちょっと待って、チュチュバレーリーナ気になってんけど追加された。えどこにいる。いやー無理ちゃん。ここまで動ける。あユリカさんもいる。あれ待って、これ一番ずついる。ああスミレちゃんいるやん。ここ行こうぜ。じゃあまずここ行かなあかんのか。まずここ行って次上のすみれちゃんのとこ行こうぜ。おーくそ楽しい。やべえ。ああかりちゃん来た。コーデ変更してみる。どんなコーデがある。学生服。ちょっと待って、ドリームアカデミーの声優かんねんけど。ちょっと待って、見たくね見たくね見たくね。キリア葵のドリームアカデミー見たくね。待ってこれ、あこれでいけるか。これでいいか。キリア葵のドリームアカデミーええやん。これクソええやん。イフの世界、もしもの世界。ドリームアカデミーの制服めっちゃええよな。なんかブーツが好きやわ、あの茶色色の。あてかあと赤のスカートが好き。聞かない世界動い始めた私の世界。ララララララだから逃げちゃダメだよ。わあああクソ神。クソ神。え、この動画8時間ぐらいの尺でもいい。これえ、このゲームは8時間ぐらいの尺でやっていい。これちょっと待って、全然、あ、待って待って、めっちゃミスってる。え、これ結構難しいぞ。これ結構難しいな。アピールチャンス、ここでなんとか決めなあかんな。バーパーフェクトがよかった。くっそ、わーわーわーイエーイ。
レベルアップで連続コンボすることによってレベルアップするから、それで稼いでかな。だからコンボを絶やしたらあかんわこれ。もうあの時さえ今日ハッピーハッピーかたさ。これさ、星座ドレスあんのかな。うわ、これどうや、これどうや、結構ギリギリかもしれん。結構ギリ。あー残念。ちょっとさ、すみれちゃんとこ行こうぜ。あ、永遠の灯火や。あ、間違えた間違えた。行こう。永遠の灯火来た。最近すごく頑張ってるね。ちょ、な、お前なんでタメ口やねん。お前、先輩やぞ、なんでタメ口やねん。今、アイカツがとにかくしたいの、楽しいの。それでみんなで一緒にアイカツしたら、もっと楽しいアイカツになるんじゃないかなと思って。だから一緒にアイカツしない？そうね。それなら話が、なんか違和感がある。めっちゃタメ口な違和感ある。これから私と一緒にステージに出てほしいんだ。チームとなるとお互いの相性が決め手になるから、一緒のステージに出てそれを確かめたいの。負けられない。これは穏やかじゃない。そういうことなら喜んで。よろしくね。なんか違和感すごいわ。一応すみちゃん後輩なんですけどね。こいつなんかめっちゃタメ口だけど。アニメではめっちゃ敬語使ってたのに。え、な、なあこれツーウィングスのドレスとかあんのかな。ツーウィングスのドレスあんのかな。それ言う、あのあれ、それ言うじゃなくてトライスターとか。リリリリリ。でもね、スミレちゃんはやっぱチシュバレリーナかな。まあまあこの音ゲー自体がむずいね。なのにー、はい、アイカツマジ神曲多いからな。いやーマジチチュバレリーナじゃなくてラッキートレインやりたかったな俺。大空あかり世代の曲で一番好きなラッキートレインやねんな。あとチカチカ、チカチカも聴きたかったな。ダラダダダラー、余裕じゃないかこれ。神ゲーすぎます。あ、間違えた。まあでも買ったかな。すみれちゃんはなー、シーズン4の最後のライブでな、大会でなミスっちゃったからな。スペシャルアピールしようとして、あれいい、いい話やったよな。あれいい回やったわ。よし、動ける数2獲得。これ結構もらえるのか。あーちょっと届かへんかった。あ、来た、ボーナスゲット。あ、あ、ラッキートレインや。え、ちょっと待って、ラッキートレインや。え、ラッキートレインや。これ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 、これどうやってすんのこれ。さすがだね、いいステージだった。お客さん盛り上がっていたし、占いの通りだよ。あ、なんかそうや、すみれちゃんって占いのやってたな。占い、タレット占い。私もすごく楽しかった。それでね、もっと一緒にアイカツしたいと思えたの。だからチームメンバーに入れてほしい。穏やかじゃない。もちろんこれは穏やかじゃない。さあこれで入るんか。でこれでユニット組めるようになるのか。日上すみれがトップアイドルロードのフリープレイと PV モード使えるようになった。アイドルタイム終了。フリープレイモードと PV モードって何や。
これが気になるぞ。大会一覧全体マップ、すげえ、見てこれ、今ここに俺らがいて、うわすげえ、はいはいはい、あ全員メンツいるやん、ちゃんと。ちょっと待って、ラッキートレインどうすんの。ラッキートレイン見たいって。フリープレイモードって何これ。おい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 、アイドル活動、チュチュバレリーナ、ラッキートレイン、おいラッキートレイン、マジ聞いてくれこれ、俺一番好きな曲やから。難しさ、バトルバトル、いや何でもええわ。じゃあ2ユニット2ユニット2ユニット、ちょマジでさ、ちょこれ聞いてくれほんまに、ちょっとこマジ神曲やから、ラッキートレイン。これ課金しなきゃいけんかったけど、もう課金で死んでも聞くようになってんけど、ガチ神やんこれ、ちょマジでこれ神曲やねん。これエンディング、ピカピカハッピーチェーン、ヒラヒラビャビャビャー、バーデイルオーライハッピーチェこれ、ののちとリサップのな PV がめっちゃ神やね、くっそかわいいね。食べてながでないかな、へへ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 、ガチ神曲ですこれ。これ最後のエンディングかな、シーズン4ぐらいのエンディング。だってののちとリサピが出たんがシーズン4からやから、そっからやねんな。クリア、でもこれマジで神曲。じゃあもう一個、もう一つの方がいい。あ、待って、これでも上がんねや、レベル。あ、そうなんや、フリープレイでもレベル上がんのいいな。あ、プレイヤーランクもここで上がんねや、めちゃくちゃよくないそれ。グレープロイヤルドレス、一生フリープレイできんねんけど、じゃあ俺一生フリープレイで遊べるけど、聞きますか、チュチュバレリーナで。これはだから2ユニットでいくと、あれね、その2ユニットでいくと2人ともレベルがあるから、これ2ユニットでいくべきやと思うわ、ソロよりも。チュチュバレリーナいきます。これもエンディング曲です、はい、クソ神曲です。これもスタート、リズムマークと同じ色のボタンを押してね。次は緑だよ。いやー、イントロが、ガチ神。このゲーム一生遊べんねんけど、どうしよう。サビやばいよな。
まっすぐ目の球速キスするバレリーナユニットアピールこれしかないんかな。あースウィングスが聞きてスウィングスのスイートスパイス聞きてあーテイクミハイヤー聞きておいおいテイクミトライスターのテイクミハイヤー聞きたくないかこれどうやって聞けんねん。あフレッシュガールズカップっていうのがあるわ。これ参加できる人いくかこれ。はいチューチューバレリーナ来ました。あティアラ学園長やこれはもうねやライバル校のドリームアカデミーだな。じゃあドリーム学園じゃあドリームアカデミーか。お疲れ様そろそろ来る頃だと思ったわ。だってこんな面白そうな大会にあなたが出場しないはずないもの。私はドリアカ代表の審査員としてこの大会に参加するんだ。ちなみにスターライトからはナオ君が呼ばれてるわ。こいつ何だっけ鈴川さん、あの清掃元清掃員から教師まで上り詰めたやつ。まあそもそも人気バンドマンやねんけどな。人気バンドマン兼清掃員やっててそっから教師まで行ったっていう。でちなみにここの、ティアラ学園長と鈴川は、兄弟です。だからナオ君やめてくれよ。みんながどんなステージを見せてくれるのかは今から楽しみだわ。張り切るのはいいけど怪我とかすんなよ。穏やかじゃない雰囲気ちょっと緊張してきた。あ、リンなんや。穏やかじゃない。なるほどね、ここが戦いや。高なれ私の胸の BPM。 そういや言ってたなそんなこと。お兄ちゃん一人一人やっぱりねあるんすよ口癖みたいなのが、セリフみたいなのがね。うん、マークと同じ色のボタンを押してね。次は緑だよ。落とし寄せないじゃん。3人で戦うんか。アイカツやっぱね、でもね最初らへんはね 3D のねモデリングがねまだね完成しきってなかったから結構不安定やってんけど、徐々に綺麗になっていくのよな。もうアイカツスターズ俺最近見てんだけど、アイカツスターズはもうめっちゃ完璧やもんな。 3D モデリングがめっちゃ綺麗。やっぱアイカツの一番最初の1話とかは若干なんかやっぱあー昔のアニメやな、昔の 3D モデルやなみたいな感じやけど。次のボーナスゲットまであと1個やってよ。ヴァンファイアブーツ、これユリカ様用じゃねえか。お疲れ様、優勝おめでとう。とてもいいステージだった。見ているだけでワクワクしてきてとても楽しめたわ。ま、よかったんじゃねえの、優勝おめでとう。それじゃあ私たちはここで失礼するわ。これからも頑張ってね。優勝したからってあんまりはしゃぎすぎんなよ。優勝できるだって穏やかじゃない、まだ信じられないよ。なんでこいつタメ口やで、こいつ 2,3 個したやろだってこいつら大空明かりよりもしたいで。凛ちゃんとまどかは私もっと練習する。そして次は絶対に優勝する。いいなあ。この辺の組み合わせあんまなかったからな今回のアイカツランキングは。うわーゆりか様強え。ゆりか様強え。ナンバー4が、え、あ、ちょっと待って。え、これって、え、これ誰、これえ、これあ、これびっくりした。コロネだと思ったけどコロネじゃないか、さすがに。え、しおちゃんいんねんけど。え、コロネかこれ。これね、ここねか、ここねか、これわかんねえ。これこんな見た目やったような、違うかったような。いや、ゆりか様やっぱ強えな。あのね、俺アイカツのね、アイカツのねアニメの中でもね、アイカツランキングあんのよちゃんと。そのアイドルの中でトップで、神崎瑞希と星宮一護がトップなんよね。まあ言うたら神崎瑞希はさ、まあ主人公が目指してるところやし、星宮一護は主人公やんか。でその下に落としろセイラが確かいて、で落としろセイラもわかんねえ。だって主人公のライバル関係やから、ストーリー上やっぱその辺の位置に行くやん。でもその4位とか5位に入ってくるのがゆりか様やねんな。そう、しぶきらんとか主人公の幼馴染の葵とかとかじゃないのよ、ゆりか様だよ。やっぱそこら辺にカリスマ性があるなと俺は毎回思ってんの。ゆりか様は19位やってよ俺のランキングは。アイドルの卵、あ、アイドルタイム来た。うわ、これいけるか。アイドルタイム近くに来てほしいけどな。4マス以上じゃ無理じゃないかこれ。アイドルが遊びに来たら会いに行ってみよう。
いや無理よな、そうだな無理よな。ここ動ける、チュチュバレリーナ、ここまで動ける、動ける数3マスだからここまでいけるか、ここ行くか、はい、そっか、4ターンの間にアイドルに会いに行けばいいから、で動けるマスは1ターンの間に3マス動けんねんと、3マス動けて3マス1ターンで消費するから、買っていけばどんどん進めていけるんや、1ターンの間に1ターンで3マスとかいけるから、もしかしたら4ターンあれば会いに行けるかもしれない、アイドルに、別のアイドルに。ちょっとリンちゃんとスミレちゃんとさ、キリアオイのさ、マジ激アツユニット組めるんじゃねこれ。3人とか激アツやろ。俺地味にひなきちゃんも好きやけどな。大空あかりスミレひなきなかったらひなきちゃんが一番好きやな。うわあ。あ、ちょっと待って。光？え、光？え、あれ光？え、これ、え、色、でも髪の色こんなんやったっけ？もうちょい赤いじゃなかった？違う人かな？え、光？ミノは光？え、分からん。え、ミノは光も出てくんの？でもなんか髪の色が思ってる色と違うねんな。でもなんかあの髪型、え、どうなんやろ。あ、もう動揺してるわ、眩しい。なんかさ、アイカツのどっかの話もさ、豪華客船の上でライブするみたいな話あったよな。あ、あれや、何やったっけ、あのユニット何やったっけ、ユニットっていうか全員で組んだユニット名前何やったっけ、あのイベントの時や、シーズン1の最後やったっけな。余裕やん。あ、間違えた。え、堂島ニーナとかいるってこと？堂島ニーナとかいるんかな？これ地味に好きやで俺、堂島ニーナ。クリア、最高だよ。え、ミノは光よな、あれ左。スタートダッシュセンショナル。あー、タイトルじゃ分かんねえ。なんやろこれ。ゲットしたよ。なんかまたゲットした。サマーナイトムーンアクセ、あ、アクセはいいんじゃね。1マスしか動かせへんのか。あ、動けるか、3になってるわ。あ、じゃあここまで行こうぜ。はい、あ、リンちゃんとこ行けるぞこれ。織姫学園長はいないみたい。学園長がこのマスにいるときにまた聞いてみよう、来てみよう。動ける数に、ここはアイドルはいないみたい。アイドルがこのマスにいるときにまた来てみよう。で、ここまで来たから、はい、来た。あ、チュチュバレリーナや、また。まあ、スミレちゃんとリンちゃんやったらチュチュバレリーナか。なんでこいつ上からやねん、こんなに。なんでリンちゃんこんな上からだ。もっと先輩を、なんか、なあ、ちゃんと先輩には敬語使いよかったのに。それなら話が、へ、これから私と一緒のステージに出てほしいんだ。なんか、落としのセーラーみたいになっちゃってるやん、もう。チームとなるとお互いの息が合ってないといけないし、一緒のステージに出てそれを確かめたいんだ。これは穏やかじゃない、そういうことなら喜んで。いったー、これでリンちゃんゲットできるってこと。マジ神ゲーやこれ、ほんま。おい、最高やぞほんまに、最高のゲームや。いやー、これ勝ってよかった、ほんまにガチ神よ俺。みんなも買うべきよ本当に。きた、これであれか、チームに入った。しゃあ、3人集まったわ。じゃあ大抵アイカツは3人でね、あのユニット組むんで。アイドルタイム終了。
終わっちゃった。これで PV とかでも使えるようになってことな、フリープレイで。神、やばい、このゲームマジで神です。